はぁ、恋愛か。私にとっちゃ、一生縁もないものだぜ。そもそもなんで恋愛なんてするのか、なんで恋をするのか、一緒に行動するためのものなのか、それともいけないことをするためのものなのか、私には恋愛など意味がわかんないぜ。世の中は、見た目、とかよくわかんないキーワードをよく聞くけど、見た目ってなんだなんだ、人間とか5万といるのにその中から独特な個性を持つやつを探し出せってのか、何十年があるようなことを条件として仕立てているんだ。第一、不動産でも探し出すのが困難なのばっかありふれてんだよな。それが実物件とか家賃が恐ろしいほど安かったり、それを人間に例えるなんて世の中はシビア様々だぜ。そもそもよ、何故人間は結婚する、子供を産んで、家庭を幸せの彼方に連れて行くことが目的なのか、その先には意味をなすものがあるというのか、余計にわからんぜよ。マリサさん、お届け物です。およ、もう来たか。すまんが、そこに置いといてくれ。何を注文したんだっけ？まあいい、開けてみるか。お、なんだこの薬は、こんな薬を注文してたっけ？説明書がある。読んでみるぜ。なになに、これは、これ薬。これを飲むとあなたの周りの人はあなたに好意を示し出すようになり、一生をあなたを追いかけながらあなたにまつわりついてきます。恵まれないもの、モテないもの、複雑なもの。さあ、これを飲んで、浮かないあなたに春がやってきます。だって。これを飲めばモテモテになれるんだって、嘘でしょ。まさかこの私にすんばらしい恵みが来たのか。そうだろ。ならいいもん買ったじゃねえか。うっし、ならば早速とも飲むぜよ。そしてすんばらしい春を満喫するぜー。うんうん。さすが惚れ薬とだけあるな。薬なのにまるでスイートなケーキを食べてるようなほのかな味がする。ふう？食べたぜ。これで私はモテモテになったのかな？なんだろ、なんか甘い感じの匂いが嗅げる、そんな感じ。マリサさん、失礼しますよ。あ、フランか。ていうかチャイムぐらい鳴らせよな。いよ、フラン、そっちから来るなんて珍しいな。なんだ、私と遊んでほしいのか。マリサさん。いきなりなのですが、私からマリサさんに言いたいことがありますの。お、なんだ、言ってみろよ。じゃあ、言いますね。私、マリサさんのことが、前から、大好きでした。ですから、私と付き合うというよりか、このまま結婚、しませんか。本当です。私はマリサさんのことが大好きなんです。ですから結婚してください。お願いします。フランのやつがいきなりこんなことを言い出すんだ。まさしくこれ薬の効果が効いているってことか。マリサさん、お願いです。お手をください。私はマリサさんに嫌ですかと言われたくないんです。マリサさんと結婚して幸せに過ごしていきたいんですよ。フラン、私じゃなくて、他のやつにしないか。ほら、もっといいやつがいるかもしれないぞ。いいえ、私にはマリサさんしかいないんです。ここでマリサさんに逃げられて浮気されちゃ、私が困ってしまいます。ですから、私と結婚してください。これはマジで聞いてるな。ぬふふ、私ったらもうモテモテじゃん。
これで今までの苦痛とはおさらばってことか。よし、わかった。フラン、結婚しようぜ。やったー。マリサさん、ありがとうございます。これからはいつまでも一緒ですよ。こうして私とフランは正式に付き合いを始めた。フランは結婚したと思い込んでるぜ。フランはずっと私と一緒だ。コウマ館に帰ろうとしないから、姉貴に心配されないかどうかわからないが、本人はその気じゃないみたいだぜ。マリサさん、これから美味しいスイーツを二人で食べましょう。そして私がマリサさんにあんしてあげますからね。しかし、これ薬の効果ってすげえよな。まるで漫画のあれみたいだぜ。ちょっと、マリサ、なんで浮気しているの？なんでフランなんかと付き合っているの？おかしいでしょ？普通私と付き合うでしょ？マリサには私と似合うはずなのに。ねえ、なんで、浮気するの？早くフランと離れなさいよ。じゃないと私と結婚できないでしょ？ああ、もしかしてあれ、私のこと嫌いだって思ってるんでしょ？でもそうは思われたくないわ。さあ、フランとなんかより私と付き合いなさいよ。そして結婚しなさい。パチュリーさん、残念ですが私たちはもう付き合ってや。結婚しているんです。諦めてください。私のマリサと結婚だなんてどうかしてるわ。ともかくマリサ、私と結婚しなさいよ。じゃないとあなたを監禁するまでよ。どうしてこうなるの？その後、効果が切れるまで20人ぐらい私につきまとってきたのだった。ああ、惚れ薬でモテモテになったとしても問題は起きてしまうんだよな。